ああ、こういうんだ。へえ。おおおおおお。はい、おはようございます。カッパパです。はい、今日来てるのはですね、ここ僕の第二の故郷、茨城県の小町の館というところです。ちょっとね、山頂は見えないんですけど、今日はこの向こうにある小町山を登ります。はい、小町山の登山コースですが、こちらの地図がね、非常に分かりやすかったので使わせていただきます。はい、小町の館を出発します。上りはこの青のライン、天の川沢コース。急斜面もありますけど、変化に富んだ面白いコースです。下りはこの黄色いライン、朝日峠ハイキングコース。穏やかで足腰への負担が少ないです。では行ってみましょう。はい、でね、ここがね、小町の館の、駐車場ですね。車ね、だいぶ置けるんですけど、だからね、相当人気があるんですよね。いろいろね、日本全国にある小野の小町伝説、こちらにもあるんですが、そこら辺もね、ぜひ少し味わえたらなというふうに思います。はい、ここがね、小町山登山口ですね。はい、山の神です。結構急な登りだね。小町山はね、ビギナーなんでちょっとペースが分かんないんですけど、そういう山こそゆっくりゆっくり上がっていきましょう。それにしてもね、里山は里山なんだけど、本当よく整備されてますよね、これ。はい、分岐ですね。行きはね、こっち天の川源流っていう方に向かってきます。お、気持ちいいね。豊胸山もそうだけど、本当にね、よく整備されてるんで、ちっちゃい子供でも歩けるね、ここは。これが天の川なんかな。奇跡、熊の石だって。行ってみようか、せっかくだから。あら、これが熊の石。どう見ればいいんだか分かんないけど。はい、熊の石です。はい、ちょっとね、熊の石の方寄ってきました。これでまたね、さっきの分岐に戻ります。で、天の川源流と
まあ、小滝、オスの滝、巨石群コースに戻ります。おお、すごいね。ところどころにベンチが設置してあって、雫石だって、なんかちょろちょろ出てるよ。お、はい、なんだ、オスの滝、尾の滝、どれだ。あれか、あった、あんな遠くだよ。あ、でも遠くだけど近くに寄ったら大きいかもしれない。これが巨石群かな。でかいのがゴロゴロしてきた。おお、なるほど。またね、岩があったよ。なになに、物臭い岩。なんかいろいろ言われがあるんでしょうね。お、これは何、三段岩だって。一段、二段、あの上にあるんでしょうね。いやー、この沢はね、いろんな奇岩があって面白いですね。ぐーっと登ってきたんだけどね、さっきの三段岩、なんか俺が目悪いんだから二段にしか見えないんだけどさ。はい、てっぺん 300m。 だんだんね、気温が上がってきて暑くなってきた。おお、でかっ、展望岩。おお、おおだね。はい、じゃあ階段上がっていきましょう。よっこしょ。なるほどね、どっから展望するんかと思ったら、これ岩の上が展望台だったんだ。スカイツリー見える？あ、見えた。もうすぐ山頂だと思うんだけど、分岐ですね。こっちが男坂、女坂、よくあるよね。女坂行こうか。ね、女坂行きます。おお、おお、霞ヶ浦じゃん。お、展望台だ。いいね、ベンチになってる。もう、もぐもぐどころ。これはす
すごいな。おお、山頂っぽいな。うわ、ここも椅子、ベンチ、テーブル、すごい。こうなってんだ。はい。おお、これ山頂ですね。素晴らしい。はい。広いね、本当に山頂は。あのね、テーブルとか10基ぐらいありますね。はい、でこっちがね、北側の斜面が筑波山です。はい、山頂でね、カブママが、はい、鍋作ります。ポッポーっつってる、うん、おお、ここで鳥が煮えれば食えるね、うん、そうだね。さあ、はい、どうぞ。うまいやー、いいね、筑波バッチリだね。山頂も混んできたんで、これで下山したいと思います。で、ね、山頂のちょっと脇にパラグライダーの発着所があるっていうんで、まあ、ちょっとそこを見ていきたいと思います。あー、こういうんだ。へー、人が近くに。おー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 いいのがいた。あーすごい、かっこいい。あー飛んでっちゃったよ。すごいよ、いいのがいた。
いやーすごいの見ちゃったすごいラッキーだったね。はい、じゃあラッキーなまま降りましょう。山頂から下りたいと思います。岡目岩小町の館、こっちですね。こんにちは。ハート石。なになに岡目岩、うん、どれがあれ、ほら、岡部さんに見える。岡目岩、小野の小町の化身、怖いな、化身どれだ。ああ、はいはいはい、ニコッとしてる。水の御沢。この水は飲めませんどっちだよ、はあ、今日はあったかいね。はい、今帰りました。おお、すごいね。これは辻村寿三郎の人形じゃないのこれ。あ、本当だ怒られちゃうよいやー、小町山いいね。ハラハラドキドキ、滑ったら一巻の終わりっていうね。まあ雪の北アルプスとかそういうとこもいいけど、こういうね、冬こそのどかな里山を歩くっていうのも、まあこれぞ大人の山登りって感じしますけどね。はい、というわけでございまして、小町山非常に良かったです。こうみんなにね、愛されてる山という感じがしました。はい、今回もね、動画ご視聴いただきましてありがとうございました。カババでした。Ooh.